こんにちは、たまおです。今日のジャンク品はこちらです。スマートフォンです。メーカー名はシャオミ、型番はレッドミ 9T です。こちらのスマートフォンは充電もできないし電源も入らないみたいです。充電してみます。電圧は 5V で電流は 0.07A しかかかっていません。電源ボタンを押しても電源が入りません。まずこちらを分解していきたいと思います。電源挿してみます。 5.06V、 0.07A です。分解していきます。SIM カードは入っていません。今にヘラーを入れていきます。こちらのビスを外していきます。こちらに封印シールが貼ってあって、剥がすとビスが出てきました。カバーが取れました。バッテリーを外します。こちらのコネクタを外していきます。このカバーの中に入ったチップがハンダクラックを起こすとこの現象になるらしくて、まずはこちらのカバーを外していきます。フラックスを塗ります。温めていきます。はい、取れました。こちらのチップみたいなので、フラックスを塗ります。温めていきます。リフローが終わりました。組んでいきたいと思います。電源入れます。電源入りました。充電のマークも出ています。やりました。一回外して、さっきのカバーですね。つけていないので、つけていきます。はい。温めていきます。いました。締め付けていきます。もう一度電源を入れていきます。充電オン。画面出ました。4.7V、 1.81A 流れています。充電表示も出ています。電源入れます。レッドミーって出てます。いましたー。1月1日になってます。シャオミ、レッドミ 9T、 修理成功です。たまおですね、今回はこちらを使いました。USB Type-C の電流計です。電源を入れるだけでディスプレイが表示されて、表示の向きも変えることができて便利です。とてもシンプルで使いやすいので、動画の概要欄にリンクを貼ってありますので、気になった方はチェックしてみてください。たまおなんでこちらを直したかと言いますと、ちょっと使いたかったんですよね。で、このスマホが使えるかどうかはまだ試してないんですけれど、もし使えるようであれば、次回以降の動画で
ご紹介できたらなぁと思っています。あと皆さんにお知らせがあります。たまおの DIY 登録者数なんと1万人を突破しました。ありがとうございます。このチャンネルを開設してちょうど1年と半年が過ぎました。 YouTube を始めた頃はまさかこんなに多くの人に見てもらうなんて思ってもいなくて、で今も1万人を超えてるなんてすごく実感もないんですけれど、このですね、物好きな私の DIY チャンネル見ていただいている皆さん、本当にありがとうございます。で1万人達成いたしましたので、またプレゼント企画開催したいなと思っているんですけれど、こんなに早く1万人達成すると思ってなかったので、正直ちょっと準備が間に合っていません。今年中にプレゼント企画したいと思っていますので、で今回は動画では告知しません。もしプレゼント企画参加されたい方は Twitter の方チェックしてみてください。動画の概要欄に Twitter のリンクを貼ってありますので、気になった方はチェックしてみてください。プレゼント企画今すぐにはできないんですけれど、年内には必ずしたいと思いますので、楽しみにしていてください。今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。良かったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。